じめに高橋義治市議からバトンを受けて市政に駆け上がるべく大奮闘をしております。今の政治を良くしたい情熱いっぱいの大型新人遠藤高志予定候補です。皆さん、こんにちは。私は今ご紹介いただきましたように大型新人と言われていますが、体だけ大きいということで、これから、大物になりたいというふうに、努力していきたいと思いますが、今度の市議会議員選挙の争点、私はこのコロナ禍や地震が2回ありました。そして災害、水害もありました。そして今急激な物価高騰、こうした中で苦しい生活を強いられている市民の方々をどう守るかが今度の市議会議員選挙の大きな争点だと思います。皆さん、日本共産党が実施しました市民生活アンケートでは、回答者2786名のうち、なんと 72% もの方が生活が大変になったとお答えになっていらっしゃいます。これは4年前の 49% からすれば 1.5 倍ということでありますから、皆さんの生活、多少賃金が上がったとしても、年金が上がったとしても、物価高騰に追いつかずますます苦しい実情、そういうことではないでしょうか。私は日本共産党が10年前より保護者の負担が大きかった学校給食費、これを無償化することを求めてきたことを評価したいと思います。そして市民の多くの方の賛同をいただいて、この4月に中学校も小学校も無償化が実現しました。本当に良かったと思います。小学校については今年度限定ということがありますので、来年も継続されるよう日本共産党と私遠藤高志引き続き頑張り所存であります。さて皆さん、私は市政に対してはまず市民の生活を第一に考えてほしいと思っております。これが今私の行動の動機です。なぜならば市議会を傍聴させていただいた時に、市民からの切実な要求がなかなか採択されない。例えばアルプス処理水海洋放出するな、敵基地攻撃を有する軍備増強反対、インボイス制度を中止せよ、そうした切実な要望を採択せず、賛成したのは共産党ほか数名だけです。自分たちのというのは市長と市議会議員ですが、ボーナスを引き上げる、必要のない、結果的には11億円黒字だったんですが、国保税を引き上げたんですね。自分たちにはお手盛り、市民に対しては増税を強いる、そうした市議会、これをこの今度の市議会議員選挙でご一緒に変えようではありませんか。私は政策として2つ重要なことがあると考えております。一つは子育て世代、その支援をすること。二つ目には高齢者、ご高齢の方が安心して暮らせる郡山の町を作ること、この二つだと思います。子育て世代に対しては国保税を引き下げる、特に子ども均等割を廃止する、3歳児未満の保育料、これはまだ有料化されていますので、
産休育休明けの子育て世代には結構な負担になって思いますので、それを無償化する。そして3つ目に、高等教育の、学費が非常に高いですから、独自の高齢市独自の奨学金制度、給付型のものがあってもいいと思いませんか。それをぜひ創設したいと考えております。そして高齢者に対しては、ご高齢の方は免許を返上されたりして通院やショッピングするのも大変かと思いますので、75歳以上の方にはバスを無料で利用していただく。これは福島市でも2億円ほどで実現できていることなんです。また補聴器の購入費、これも数々事例があります。助成している事例があります。そして財源豊かな郡山市が真剣に取り組めば、国民年金でも入所できる介護施設の増設、いかがですか。皆さん、こういうことが実現可能だと思いませんか。私はこうした市民の声を、私の日本共産党遠藤隆にいただいて、ご支援もいただければ市にも国政にもきちんと意見を申し、そして市民のための政治を、郡山市の政治を作ってまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。私の挨拶を終わらさせていただきます。続きまして、子どもたちを戦場に送らないを活動の原点に、教員生活38年を経て市議会議員として2期8年、市民の切実な願いを届け、日本共産党郡山市議団長として3期目に挑みます、岡田哲夫市議会議員です。皆さんこんにちは。先日医療関係の集いがありまして、その時に中田地区で、診療所が一つだけあった診療所が今回廃業になるというふうな話がありました。その廃業の理由がインボイス制度の導入とマイナ保険証への移行で事務作業がものすごく大変だということで、それに対応できない、そういったことで今回このマイナ保険証導入とインボイスの導入をきっかけに、たった一つの診療所が廃止されたというふうなことです。で、ああいった地域の本当にたった一つの医療を守れない、結局国の悪政がああいった地方にも大きな影響をもたらして、診療所の廃業なんかに結びついてしまうということを本当に残念に聞きました。で、市政の課題も市議会内部、郡山市政内部だけの問題で取り上げて解決を図るというふうな部分では非常に不十分です。で、国政との関係でこういった問題をきっちり取り上げて市政に迫るということしか真の解決には至らないというふうに思います。国政をきちっと批判できる共産党の議員の役割っていうのは、そういう点で非常に大きいというふうに思っています。先日ある党の幹部が
日本共産党は日本になくてもいい政党だというふうな話をされて、小池書記局長も怒りの談話を発表しましたが、日本になくてはならない政党、コリマ氏になくてはならない政党が私は日本共産党だと思います。で、日本共産党の2人の議員を議会に押し上げていただいて、高齢も姿勢も市民のための姿勢、そういった姿勢に一貫して立って行政を行うような高齢も氏に変えていきたいというふうに思います。皆さんの最後までの ご支援をよろしくお願いします。マイナ保険証、この紙の保険証をなくさないでという声が圧倒的です。高齢化社会とはまさに逆行する岸田内閣の強硬策ではないでしょうか。これもぜひストップさせていきたいと思います。皆さんと一緒に大型新人の遠藤隆さん、そして緻密で教師生活38年、教え子を戦場に送らないと頑張ってきた、この平和を守って暮らしを守って頑張っている2つの議席、私もお仕上げのために頑張る決意です。11月の県議選までお世話になりますが、どうぞ皆さんの大きなご支援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この場所で前演説会をやった時は大変な雨が降りましたけども、今日は大変天気が良くて良かったなと思っております。日中は仙台で仙台市議選今戦われておりまして、応援をしてまいりました。はやぶさに乗って東京に帰るのではなく、やまびこに乗って郡山で降りて、郡山市議選7月30日告示、8月6日投票、多数大激戦です。高橋義治さんから遠藤隆さんへのバトンタッチを、そして岡田哲夫さんを、11月の県議選では神山悦子さんを何としても勝たせていただきたいということでやってまいりました。どうかよろしくお願いを申し上げます。原発の汚染水、アルプス処理水の問題で共同通信の世論調査を見ますと、政府の説明が不十分だと答えている方が 80.3% です。もうみんな不信感を持っているんだと思います。で、一番大事なことは何かというと、政府と東京電力は約束したじゃないですか。関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないと、そういうふうに言ったんですよ。で、実際に全国漁業協同組合連合会も福島県漁連も反対と言ってるわけですから、関係者の理解はどこから見ても得られてないのではないでしょうか。ならば政府と東京電力は約束したことを守らなければいけません。放出は中止をすべきだということを言いたいと思います。政府は国際原子力機関 IAEA の報告書、なんだかお墨付きであるかのように利用していますけれども、あの IAEA の報告書は海洋放出の方針を推奨するものでも支持するものでもないと言ってるわけであります。だからお墨付きに利用できるようなものではありません。最大の問題は今も今日も毎日毎日汚染水が増え続けているということであります。凍土壁では思うような効果が上がっていないではありませんか。ならばやるべきことは汚染水をこれ以上増やさない本気の対策を取ることではないでしょうか。専門家は広域遮水壁を設けて汚染水を止めるということを提案をしています。ところが政府は本気になって汚染水を止める対策を取っておりません。しかも公明党の山口代表は放出は海水浴シーズンは避けた方がいいとおっしゃいました。放出に問題があるということを与党の党首が認めたことになるのではないでしょうか。だいたい海水浴シーズンというけれども、
魚は夏だけ泳いでるわけじゃありません。一年中泳いでるわけですから、これは全く理由にならないと思います。こういうことをおっしゃるのであれば、やっぱり県民に約束したことをきちんと守って放出の中止を決断すべきです。福島の海を守れ、そしてこのような苦しみをもたらす原発はゼロに、この願いも今度の郡山の選挙、原発ゼロを掲げている共産党にどうか皆さん託していただきたい。どうかよろしくお願いを申し上げます。今一つの今大問題はマイナンバーカードの問題です。マイナ問題のトラブルが報道されない日はないというぐらい毎日問題が噴出をしています。中でも保険証の問題というのは、これ命に関わる大問題だと言わなければなりません。だって別の人の情報がマイナ保険証に紐付けされていたらば、間違った薬が出されたりしたらば、命に関わる大問題ではありませんか。だから厚生労働省も念のため紙の保険証を持ってきてくださいと言っている。だったら保険証の廃止はきっぱりとやめるべきではないでしょうか。どんな世論調査を見ても8割の人が保険証の廃止はやるべきではないと言っています。自民党の幹部の中からも昨日、期日を決めてやるべきではないと、そういう声も出始めています。皆さん、きっぱりやめさせるためには今度の選挙が大事だと思います。このマイナ保険証の問題を進めたのは自民党公明党だけじゃない。国会では維新の会や国民民主党なども賛成しました。共産党がこれきっぱり反対だと頑張り続けた国会でした。どうか皆さん、今度の選挙、日本共産党の岡田哲夫さん、遠藤隆さんを勝利させて保険証を守る、そういう選挙にしていこうではありませんか。どうかよろしくお願いいたします。本当に岸田政権には聞く力はあると言ってたけども、聞き流す力しかないんじゃないでしょうか。国民がこれだけ声を上げているのに耳を傾けようとしない、こういう政党ではダメだと思います。それからもう一つ言いたいのは、おととい日本維新の会の馬場代表が何を血迷ったか、自分たちを第二自民党だと言いました。私たちは維新のことを第二自民党だと言ったことはありますけど、維新の方から第二自民党だと言ったのは初めてだと思います。もう自ら認めてしまいました。そして共産党は日本にはなくてもいい政党だとおっしゃいました。これは許せない。共産党も他党の政策を批判することはありますよ。で、維新の皆さんが共産党の政策を批判するのはいいですよ。でもなくてもいい政党だ、存在そのものを否定するというのは民主主義の根幹を否定することになるのではないでしょうか。で、維新は自分たちを第二自民党だとおっしゃってる。自民党政治を変えるつもりがないということだと思います。だから結局自民党政治を大元から変えようとしている共産党が邪魔なんじゃないでしょうか。だからなくてもいい政党だというふうに言ったんだと思います。こういう議論がまかり通るような国にしてはいけないと私思います。民主主義を守ろうと、党派を超えてその声を今度の選挙で日本共産党に、民主主義守れの願いも託し広げていただきたい、心から訴えます。どうかよろしくお願い申し上げます。郡山の市政はどうか。市議会の大多数の議員が市長の提案に何でも賛成ということをやってるんじゃないでしょうか。そうした中でも共産党の市議団はアンケートなどで寄せられた皆さんの声を市政に届けようと奮闘してまいりました。学校給食の無料化を求める論戦はどうか。共産党の市議団は憲法で義務教育は無償となっている、だから給食は無料にすべきだと市長に迫りました。県内半数以上の自治体で給食費を補助している、何度も質問しました。その結果、郡山でも中学校の無料が実現し、今年度限定ですけれども小学校も無料が実現をいたしました。
皆さん来年度以降も憲法通りに小学校も中学校も学校給食は無料続けさせようではありませんか。必要なお金は年間約8億7千万円郡山市の予算の 0.7% でできる。お金がないのではありません。市民の痛みを我が痛みとする心がないんじゃないでしょうか。ならば市民の痛み一番分かっている共産党に学校給食の無料を続けるその仕事をどうかやらせてください。よろしくお願いを申し上げます。他でもいろんな問題がございます。高すぎる国保税、特にお子さんが生まれるたびに増えていく均等割、まるで子育てへのペナルティのような制度です。共産党の郡山の市議団は6億7千万円も郡山市は繰越金を持ってるんだから、これを子どもの均等割の軽減に充てようと提案をして、そして半額にすることもできました。2021年度から介護保険料の据え置きも実現しました。住民の願いを実現する大きな仕事をしてきたのが共産党の郡山の市議団、今度も必ず2議席をどうか実現をさせてください。よろしくお願いを申し上げます。市議会の各政党どういう役割を果たしてきたか。共産党は国保税の値上げにも市議会議員のボーナスのアップにも反対をいたしました。ところが自民党や公明党など他のほとんどの議員はこれに賛成をしてしまった。でその一方で自民党や公明党は住民から出された原発推進法案反対の請願にも小規模事業者やフリーランスを廃業に追い込むインボイス中止の請願にも反対しています。住民を苦しめることには賛成、そして自分たちのボーナスを増やすことには賛成、そして住民の願いには何でも反対。これでは議員の意味がないのではないでしょうか。どうか皆さん、今度の選挙は共産党の岡田哲夫さん、遠藤隆さん勝たせていただいて、住民の願いをまっすぐ届ける市議会を作っていこう、このことを呼びかけたいと思います。子育て3つのゼロ、来年も小学生の給食費はゼロ、3歳未満児の保育料はゼロ、18歳まで国保税均等割ゼロ、これを実現しようではありませんか。そして高齢者にも安心を、年金で入れる特養ホームを増やしましょう。福島市のように高齢者バスを無料にしましょう。高齢者6割が難聴で苦しんでいる。しかし補聴器はとっても高いんです。今全国で補聴器の購入助成制度広がっています。郡山市でもこれを実現しようではありませんか。そして貯められている基金を生かして介護保険の負担軽減を実現しましょう。もちろん若者にも希望を、今全国で返さなくてもいい自治体の奨学金制度広がっています。これも郡山で実現いたしましょう。中小企業支援を広げて最低賃金は時給1500円、8時間働けば普通に暮らせる郡山をご一緒に作っていこうではありませんか。小池さんいろいろ言うけどお金はあるんだろうかとご心配かもしれません。心配はありません。郡山市の予算は1340億円もあります。自由に使える溜め込み金、財政調整基金も142億円あります。介護保険の基金も16億円も溜まっています。皆さんの中に郡山市に貯金をしてくださいと頼んだ人いますか。いないんじゃないでしょうか。そんなお金があるのであれば苦しい市民の暮らしのために使うのが当然ではないでしょうか。郡山の市政でも福島の県政でもそして国政でも住民の立場でぶれずに頑張っているのが共産党です。共産党2議席で暮らしとなりわいを守る、そういう選挙にしようではありませんか。どうかよろしくお願いを申し上げます。そして国の政治、重大なのは戦争の問題です。敵基地攻撃だと、相手国を攻撃するんですからどう考えたってこれは憲法違反ではありませんか。
いやいや日本を守るために必要だとおっしゃるんだけれども、でもそんなことはないと思う。だって今日本が配備しようとしているミサイルはもうこれはもう2000キロ3000キロ飛んでいく、そういうミサイルです。マッハ5以上の速さで飛んでいく。マッハ5というと思い出すのは鉄腕アトム、ちょっと古いけど東京大阪5分で飛んでいく、そんなミサイルを大量に配備をする。しかも安保法制で日本が攻撃されていなくてもアメリカが戦争を始めたらば自衛隊出ていく仕組み作ってしまった。ということは日本が先に手を出すってことになってしまいます。そうすれば相手だって黙ってない、日本に対して攻撃してくるんじゃないだろうか。私が言ってるだけじゃないんですよ。今岸田政権が始めていることは自衛隊の基地の強靭化、この郡山の陸上自衛隊の駐屯地もその対象になっています。自衛隊の福島駐屯地もその対象です。司令部を地下に移して分厚いコンクリートの壁で覆って核兵器の攻撃にも耐えられるようにしようと、そんなことを進めています。ロシアはウクライナで基地を攻撃したんです。基地の周りで暮らす住民は一体どうなるのか。そしてそのために軍事費を5年間で43兆円も使うと言ってますね。43兆円、私も見たことも触ったこともないからよく分かりませんが、どのくらいのお金なのかというと、例えば日本中の小中学校で学校給食を無料にするために必要なのは年間4600億円です。43兆円あれば100年近く日本中で学校給食無料にできる。どう考えても税金の使い方が間違っているのではないでしょうか。でも小池さん、北朝鮮はしょっちゅうミサイル撃ってるし、中国は尖閣諸島の領海侵犯やってて大変心配だと。その通りです。私たちは厳しく批判しています。でも相手がミサイルだからこっちもミサイルだでいいんだろうか。どんどん危険になるだけだと思います。徹底的な外交努力やろうじゃないか。東南アジアでは絶対戦争しないんだ、そういう枠組みを作っています。そして今東アジアにそれ広げようと言っています。ならば日本は真っ先にそれに応えるべきではないだろうか。まあ私テレビ討論なんかに出ると自民党の人たち言うことは大体決まっているんですね。小池さんが言うように外交は大事です。でも外交には軍事の裏付けが必要ではないでしょうか。でも皆さんどうですか。やってることは裏付けばっかりではありませんか。攻めてきたらどうする、攻めてきたらどうする、挙句の果てに攻められる前に攻めてしまえ、そんな議論ばっかりやっている。でもこの日本は食料自給率は 38% しかありません。エネルギー自給率は 10% です。海岸線には原発がずらっと並んでいます。戦争なんかになったらひとたまりもないではありませんか。亡くなった評論家の加藤周一さんは言いました。もしも平和を望むなら戦争を準備しようというのは間違っている。戦争の準備をすれば戦争の危険が高まってしまう。もしも平和を望むなら平和の準備をした方がいい。その通りだと思います。皆さん、政治というのは一体何のためにあるのか。私は絶対に戦争させない、それが政治の役割ではないかと思うんです。戦争を未然に防ぐ徹底的な外交努力を、命がけの外交努力をやる、それが政治家の仕事ではないでしょうか。戦争の準備はやめましょう。平和の準備を始めましょう。この郡山の選挙でも日本共産党への皆さんの一票で戦争を止める選挙にしよう、そのことを心から訴えます。どうかよろしくお願い申し上げます。そして軍拡を止めて暮らしを立て直さなきゃいけない。これだけ物価が上がってるんですから、やるべきことははっきりしている。直ちに消費税の減税ではありませんか。世界104の国で今コロナ危機の下で消費税、付加価値税の減税が始まっています。これが一番物価対策によく効く薬なんです。なんで日本はやらないのか。それから10月にはインボイスというのをやろう。これ始めたら小規模事業者、フリーランスはみんな廃業ですよ。なんでこんなことやるんですかと。複数税率だからだと、こういうふうに言うんですね。
だったら誰も複数税率にしてくれなんて頼んでないんだから、消費税は全部 5% に戻して、そしてインボイスの導入は撤回を、これが必要ではないでしょうか。それから最低賃金、福島は今時給858円、これでは人間らしい暮らしはできません。せめて時給は1500円以上に、ヨーロッパでは当たり前ですよ。でもそんなこと言うけど中小企業大変でしょ。その通りです。だから私たちは具体的に提案をしているんです。大企業の懐には内部留保という蓄えが500兆円もたまっている。コロナの下でも増えている。なんでこれをこのまんまにしておくんですか。税金かけたらいいじゃないですか。全部取っちゃえとは言ってるわけじゃない。 2% でいいんです。5年間課税すれば10兆円の財源ができるんです。この10兆円を全部中小企業支援に使う。そして最低賃金を時給1500円以上に引き上げる。これが共産党の具体的な賃上げ提案なんですけど、いかがでしょうか。これをやらせてほしい。それから農業、今大変な悲鳴が酪農家から上がっています。餌代がどん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 上がって、乳を絞れば絞るほど赤字になる。もう酪農畜産やっていけないという声が上がってます。ところが政府はまともな対策を取らない。そして未だに外国から乳製品の輸入を続けているんです。そして補助金を出すというけれども、牛を減らしたら補助金を出す。でも牛を減らすということは工場の機械のスイッチを止めるのとはわけが違います。生きている乳牛を屠殺してしまうということです。皆さん、補助金を出すのであれば牛を殺すためではなく生かすためにこそ出すべきではないでしょうか。安全でおいしい日本の牛乳を、野菜を、米を、日本を守ると自民党言うのであれば、この国の一番大事な農業を真剣で守る政治こそ必要ではないでしょうか。その願いもどうか共産党に託してほしい。異次元の子育て支援だと政府は言っておりますが、中身は全く低次元です。本当に異次元だというのであれば、私国会で提案した、高すぎる学費はせめて半額に、入学しないのに取られる入学金なんておかしいからやめる、世界では返さなくてもいい奨学金が当たり前なんだから変える、そして憲法通りに学校給食は無償にする。岸田さん全部できないって言うんです。でも教育予算は先進国最低でありながら軍事費は世界第3位というのは、どう考えてもやることがあびこびではないでしょうか。それから今子育ての予算を高齢者の福祉が豊かだからそっちから持ってこようって議論がありますね。私あれとんでもないと思いますよ。だって皆さん年金どん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 下がってるじゃないですか。医療や介護の負担がどん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 今増えてるじゃないですか。悲鳴が日本中から上がっている。私は世代間の対立を煽るような議論はするべきではないというふうに言いたいと思います。だいたい高齢者の皆さんは生まれた時から高齢者だったわけではないんです。みんな昔は若かった。税金も保険料も一生懸命払って今も払ってるじゃないですか。そして若い人はいつまでも若いまんまでいるわけではありません。みんないずれ後期高齢者になるんです。社会保障制度、医療、年金、介護というのは老いも若きもその人生を国が責任を持って支えるためにあるのではないでしょうか。財源がない、財源がないというのであれば、大金持ちに対する大企業に対する行き過ぎた減税を正すべきではありませんか。そして大軍拡をやめればいいではありませんか。そこにしっかりお金があるんだということを私言いたいと思います。それからこの間日本の政治で大問題になってきているのは人権侵害です。外国人の命も、そして人権も侵害する入管法の改悪が強行された。 LGBT 理解増進法と言いながら差別を推進するような法案が強行された。とんでもありません。世界では同性婚は当たり前です。選択的夫婦別姓が選べないのは日本しかありません。だいたい選択的夫婦別姓も同性婚も望まない人にまで広げようって言ってるわけじゃないんです。選びたくても選べないということが問題なんです。選べなくて苦しんでる人がたくさんいるじゃないですか。
ならば苦しみを取り除くというのが政治の責任ではないでしょうか。選ぶことができればとっても幸せになれる人がいるんです。幸せになる人を一人でも多く増やすというのが政治の役割なのではないでしょうか。どうか皆さん、ジェンダー平等の社会にこの国を変えていく、そのためにも今度の郡山の選挙で日本共産党に皆さんの大きなご支持をお寄せくださいますように心から訴えたいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。岡田哲夫さん、郡山の高校で38年間教員を務めながら教育条件の改善、平和と国民の権利を守る運動に取り組んできました。2015年に市議に当選してから2期8年前議会で質問に立って、物価高騰に苦しむ市民生活に配慮をして市長や議員のボーナスの引き上げは行うべきではない、当たり前ですよね、これを市長に迫った、市民の声を代弁してきた市議団長、今度も必ず市議会へと送ってください。どうかよろしくお願いを申し上げます。そして身長180センチの大型新人、遠藤隆さん。戦争と貧困をなくしたいが原点です。去年の12月、防衛費倍加に反対する請願というのが郡山の市議会に出されて、それが不採択になった。市民の声が届かないこんな市議会でいいのか。そして市政への挑戦を決意されました。40年間大企業の職場で働いた後、平和と民主主義を願う市民運動の先頭に立って、革新婚の事務局も務め、市民と野党の共同のその屋台骨、それを果たしてまいりました。子ども会育成活動にも長年携わり、子育て3つのゼロ実現の先頭に立っています。高橋義治さんからのバトンタッチ、必ず押し上げ勝たせてください。どうかよろしくお願い申し上げます。そして11月には県議会議員選挙がございます。皆さんよくご存知の神山悦子さん、神山悦子さんを何としても県議選でこの郡山から県議会へと送ってくださいますように心から訴えたいと思います。東京電力福島第一原発の事故は未だに収束をしておりません。住む家もふるさともなりわいも奪われた被害者の10年余りの人生を取り戻すことなどできません。世界有数の地震津波国であるこの日本で、その地震津波によって世界最悪の原発事故が起きたんです。日本ほど原発を作ってはいけない、持ってはいけない国はないと、原発ゼロにと訴え続けてきたのが神山悦子県会議員です。かけがえのない議席を郡山から県議会へとどうか送ってくださいますように心から訴えたいと思います。今日市議和夫委員長が共産党100年の歴史まとめた100年史を記者会見で発表いたしました。ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。市民との約束は絶対に裏切らない、100年そして101年ぶれない、この党が強く大きくなれば日本の政治は、福島の政治は、郡山の政治は必ず変わります。どうか皆さんのお力で30日から始まる市議選、必ず2議席実現させてくださいますように心からお願いを申し上げまして私の訴えとしたいと思います。どうもありがとうございました。どうかよろしくお願い申し上げます。今日はたくさんの方お集まりいただきましたので、どうか新聞赤旗を読みでないという方もいらっしゃるかと思います。今日の私の話の続きは新聞赤旗でお読みいただきますように心からお願いを申し上げます。共産党にもぜひ入ってない方はこの際入っていただきたいということも最後にお願いを申し上げまして私の訴えといたします。これから30分の新幹線で東京に戻りますので、これから急いで戻ります。どうもありがとうございました。どうぞもう一度大きな拍手を送っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうか皆さん、今月30日告示